問題がなければ赤紅一社と混合神土面無使用のお手伝いでちゃちゃっと解決できそうだよ。問題がなければね。ベビービショップ岩だ。気をつけろ牛使いやろ。あと花角局長も。待ちな、俺様がいる以上慌てる必要はねえ。あのデカブツにも硬い甲羅がある。足は多くねえけどゴロゴロできるし戦闘力は高えだろう。鬼カブトムシのライバルになりそうだな。そうだなキヨ、あんな相手と戦えば鬼カブトムシの力は限界にまで達するはずだ。あいつら本気か。あのベビービシャップ岩、見覚えがあるよ。いつも近くの小島でゴロゴロ転がってて、水晶島バンバン旋風って呼んでる人がいた。古雲閣では有名なビシャップだね。だって誰かがあいつの住んでる島に上陸するといつも頭で人をバンバンってするんだ。すっごく凶暴なんだよ。なんでそんなに詳しいんだよ。キヨ、待ちたまえ。俺が先陣を切り敵将の実力を探ろう。かかれ混合神土面無使用。あいつの全力を引き出してやれ。一撃で戦いを終わらせただと？ありえねえ。絶対にありえねえ。玉将、どうやらあいつの実力はバカみてえな見た目とは違うみたいだ。俺らも本気を出さねえと。俺様の観察によるとあいつは体がでかすぎて攻撃が大振りだ。当たらなければどうということはねえ。俺らの鬼カブトムシは機動力で有利だ。さあ赤紅一将、あいつの手足と尻尾を避け攻撃するのは弱点のはなあ。キヨ、俺がもう何匹か虫を出して援護しようか。え、その待て、グオパーが走ってたぞ。危ない。レレレレあのビショップ、グオパーの言うことを理解してるみたいだな。あ、ビショップがそのまま行っちゃったぞ。さっきパイモンがどうしてそんなに詳しいのかって言ってたけど、以前古雲閣にカニを取りに来た時、水晶島バンバン旋風がゴーパーを見るや見なや一撃をかましたんだよ。そしたら逆にあいつの方が気絶しちゃって、あたしたちが帰った後何週間も姿を見せなかったんだって。さっきの様子を見るに傷は治ったみたいだね。兄貴のお姿が
ただならぬものであると俺様は感じていたが、まさか気迫だけであれほどの強敵を撃退してしまうとは。まさに俺様の理解を超えた究極の強者。ああ、クオパー兄貴はあの強い甲羅生物に即撤退するよう直接命令を下したようだ。先ほどグオパー兄貴がカニを捕まえた時も手慣れた動きだった。となるとグオパー兄貴は甲羅生物を引きつける何かしらの力があるらしい。つまりグオパー兄貴はきっと隠れ虫相撲マスターに違いない。オニカブトムシを正確に指揮し、一挙手一投足を繊細にコントロールできるはずだ。ル、そうか、確かに一理あるな。さすがは俺様の新たき派の盟友だ。グオパーニキからさっきみてえな甲羅生物に指示する技を学べば、虫相撲界でもはや天下無敵、天変地異を引き起こすほどの境地に達するぜ。ひとまずグオパーがそういうの分かるかどうかは置いといて、カニをあまり長い時間放っておいたら新鮮じゃなくなっちゃうよ。そしたらここに来たのも無駄足になる。そうだぞ節会野郎、早く帰れって忍が呼んでたからな。オイラたちもご飯を食べたいしさ。ああ、待て、いつの間に二人増えて。ああ、俺様のダチ子、器用の右腕、そして空飛ぶ、空を駆ける白鉄ちびすけ。お前らに俺様の失態を見せちまって情けないぜ。自分を情けなく思うなよ。オニカブトムシがベビービショップ岩に勝てるわけがないだろ。お前がガンガンって殴った方が早いんじゃないのか。でもよ、ダチコウと白鉄チビスケ、聞いたことがあるぜ。お前らに敗れた人は数知れず、その中には凶暴な大物もいたってな。お前らには最初からそんな大物より実力があって、そいつらに 100% 勝てるっていう自信があったのか。もともと勝てない目標に向かって努力するのは潜在能力を全て引き出す正しい道じゃねえか。そうすることで想像以上の強い自分になれるんだ。一回背を向ければ次も背を向ける。最初から自分を信じていないと自分をがんじがらめにして、最終的には臆病でつまらないやつになっちまうぞ。うい、牛使い野郎のくせにどうしたんだよ。なんか一理あるような。どう言い返してやるかとさに思いつかなかったぞ。ルー、ねえ、グオパーがお腹すいたみたい。水晶島バンバン旋風はいなくなったことだし、あなたたちのオニカブトムシもしばらくは休憩が必要でしょ。ここに突っ立ってにらめっこしてても仕方ないんじゃない。料理人の姉さんの言う通り、グオパー兄貴のような強者に教えを請うには
俺たちの力じゃまだまだ足りない。レーレ、ちょうどこの辺りで舞踏大会が開催されると聞いた。精鋭揃いで空気中に強者の気配が漂っている。演舞台を設営し、俺がリーユへの虫相撲の強者を招待して虫相撲の修行をしよう。きっちりと腕を鍛えた上でグオパー兄貴に指導してもらう。グオパー兄貴の指導を受けたらまたあの甲羅生物と対戦できる。いいのか悪いのかわからないけど、急に強烈なデジャブを感じたぞ。お、おお、わかったぜ局長。俺らがずっと準備していたあの計画を実行する時が来たんだな。今こそあるときギラギラ虫相撲大修行を開催する絶好のチャンスじゃねえか。まさにそうと決まれば来よう。早く演舞台を準備するぞ。おいおい、まだ話は終わってないぞ。まったく自由気ままな奴らだぜ。あなたき、なんとかかんとか虫相撲なんとかって、あ、なんだっけ、前に花門玉将が言ってた虫相撲大会のこと。店が忙しくなければグオパーを連れて見に行こうかな。でも今は新鮮なカニを調理するのが一番大事だし、私たちは先に帰ろう。確か忍が言ってたけど、荒滝派がリーユへに来たのって忍が同期の集まりに参加するためだったよな。急に虫相撲大会なんかやりだしたら忍の計画がめちゃくちゃになるんじゃないのか。とりあえずシャンリンと万民堂に戻るとするか。今の状況を忍に伝えようぜ。